心はどこだ。マサコ様、どうした、答えろ。おやめください。どこにおるのか言え。マサコ殿、何を。この坊主、舌をなくしたようでな。何とぞお助けを。どうかこの場は私に。よかろう。だが口を割らなければ私が変わる。殺されるかと思いました。もう安心してよいぞ。して純心がどうした。もみじ寺で民を世話していたのですが、猛虎に襲われたとか。見つけねば殺されるな。純心をどうする気ですか。奴も襲撃に加担しておったのだ。流民を助けるような男が形状にも名が載っておりません。だが奴への文が寺にあった。しかも犯人どもが持っておったのと同じ紙で、流民の野営に食料を流すと書いてあった。その代わり私の居所を事細かに教えろともな。それは申し出、証拠になりません。私に隠れて犯人どもと通じておった証拠にはなる。真相を探りましょう。純心に話を聞きます。まあいいだろう。もみじ寺にいるはずです。行くぞ。行きましょう。急げ。坊主を見つけたら私のやり方で処する。雅子殿、話をするだけです。犯人どもは太刀に物を言わせ家族を殺したのだ。どうか純心の罪が明らかになるまで太刀を抜かぬように。父子を殺した連中とお主は話をしたいと思うか。いえ。志村殿はそやつを追い詰め首を取ったそうだな。家族の敵が撃たれたお主に邪魔立てをする道理はないぞ。やめよう。月ども、報いを受けよう。寺を血で怪我しおって。純心を見つけるぞ。急げ。間もなく寺です。待っておれ純心。このまま進むぞ。いや、後ろから切る。純心が死にますぞ。分かった。それぞれ一人ずつ。急がねばなりません。出口は私が。坊主のことは任せた。やめろ。ソンデシャンエルガボンダ。何をしたの。チンハルゴ、堺様。純心を助けねば。
マサコ殿。ジン、そこをのけ。そやつは裏切り者だ。逃げよ。戦えば我らを負ける。とうに負けておるわ。だけのはず。それで何が変わる。約束の一族の仇を討つとな。聞こえておりますな。あれこそが敵。約束なされたはず。純真を見た刹那、死んだ孫の顔が不意に浮かんできたのだ。冷たくなったあの子らの顔が。お主こそ坊主をかばいおって。だから裏切ったと。気はお確かか。私は全てを失ったのだぞ。違う、全て捨てたのです。仇のために。龍像を前にして同じことが言えるのか。怒りに任せてはなりません。仲間を失わぬためにも。私はまだ仲間か。純真は近くにおります。見つけましょう。雅子殿、二度と刃を向けぬよう。分かった、約束だ。足跡があるはず。
こちらへ行った様子。森へ逃げたようです。純真を見つけたら私が話をいたします。私を信じておらぬな。純真から話を聞くには好都合というだけ。確かにな。だが忘れるな、舌さえあれば話はできるぞ。おったぞ。どうか命だけは。何者が施しの話を持ちかけた。花と名乗っておりました。嘘だ。政子殿、花と姉上だ。あの夜死んだかと思っておったが、二日前訪ねてきたのです。真っ赤な着物に金色の帯を締め、菊の花の香りを漂わせておりました。信じぬぞ。嘘だ。私は何も漏らしておりません。本当です。もう行け。姉上が生きていて子供らを殺しただと。なぜ足立家を襲ったのでしょう。わからん。直接聞いてやるわ。私も助力いたします。神谷方に来てくれ。よし。Thank you.
ジン。お邪魔でしたか。構わぬ。お祈りを。我が先祖にな。これからする諸行の許しを請うておった。ご先祖は何と。声が聞こえぬ。ご先祖にはできぬお務めゆえ、あえて黙っておいでなのでしょう。姉の居所が分かった。菊池家の古い砦だ。ご出立を。もう甲を切らしてしまったからな。祈りをあげられぬ。菊池の館はこっちだ。よく見つかりましたね。姉は池田殿の家に入ってな。菊池家の老棟であった。近くの山の麓に親方が。姉はいつも自分の館を欲しがっておったな。菊池家も雲田で滅んでおります。姉は館を乗っ取ろうと企んでおるのだろう。足立家を奪い損ねましたから。話によるとある一族が京を構えたらしい。家紋はあの文のものと同じ。姉君か。今は館を流民の仮住まいにしておるそうだ。故郷を失う辛さがわかると申して。まことでしょうか。突き止めてやろう。姉君が故郷を失ったとは。結婚して家を出たに過ぎ。池田殿は老頭では。ああ。なぜ妹のあなたが武家に嫁ぐことになられた。幼き頃族に押し入られたことがあってな。私は太刀を手に取り、姉は隠れた。族どもを片付けた後、足立殿率いる侍衆がやっと駆けつけてきたのだ。姉は一目で足立殿を気に入ったようだが、見初められたのは私の方。嫉妬の末に裏切りに行き着いたのか。昇進を癒してやりたくて池田殿との結婚を後押しし、姉は北へ嫁いだ。池田殿とはお知り合いでしたか。前妻に先立たれたが、優しき男と評判であった。優しさなどいくらでも取り繕えます。何を申したい。なぜ姉君は今になって復讐を企てたのかわからないのです。これだけ分かっておればよい。姉は我が一族を殺し、今日その報いを受ける。姉君が裏切る兆しは。近しい間ではなかったが、お互いを思いやっておった。公の場でも姉を見かければ挨拶を交わしていたぞ。まさかこれほど憎まれておるとも知らずにな。あの日は親方にいらっしゃったのですね。朝から館に来て菰田からの知らせを待っておった。夫の安否に気をもみながらな。あの時初めて姉と分かり合えた気がした。私の孫のために土産を持ってきて懐かれていたのに、
最後を見届けに来たとも知らず、まんまと迎え入れてしまった。足立家の嫁子らは賊と戦ったようですが。戦ったのは私と嫁らで、姉は孫と馬屋に逃げた。その後、姉らしきムクロを見つけた。誰の顔かわからぬほどに潰されておったが、金色の帯で姉だと思い、一族の墓に埋めたのだ。あなたが生き残ったことを知り、偽のムクロを作った知恵者です。私を生かしたこと悔やませてやる。もう着くぞ。馬を降りろ。ここからは歩く。ご用心を。4人ばかりの場所ならば何があってもおかしくありません。マサコが来た。殺せ。切り捨てろ。運んでしまえ。急がねば新手が来ます。民をかくまっておった。あれはただの隠れ蓑さ。姉上、姿を見せろ。殺せ。どこにおる。援軍です。人殺しに使えるのか。出てこい、臆病者。道場まで押し通れ。次から次へと。どうでもいい、皆殺しだ。
お願い、殺さないで。花はどこだ。山の上の館です。妹が会いに来たと伝えろ。姉君を何といたす。やられたことをやり返す。ご家族であっても。私の家族は死んだ。あれはただの人殺しだ。姉上、さあ出てこい。来たか、雅子。姉上だと騙し、私に誰を埋めさせた。猛虎に殺された百姓の女だ。泣いてやったか。よくも全てを奪ってくれたな。息子の嫁に孫だけ。それのどこが全てだ。足立の死は猛虎に奪われ、お前も殺し損ねた。だがやっと本当に全てを奪える。殺せ。ここは食い止めましょう。助かる。よくも息子の嫁を、幼い孫を、一族を殺してくれたな。お前の所業に比べれば安いものよ。私が何をした。奪ったではないか。館から追い出し、心を寄せる男をさらい、飲んだくれを押しつけ、身も凍る地へ送ったのはお前だ。永劫に続く苦しみを受けてもなお、この生き地獄はお前には分かるまい。お前が押し付けた地獄だぞ。いずれも私の咎ではない。何を言う。知らぬふりをしておったくせに。殺しに来たのだろう。切りたければ切れ。苦しみが終わるのならば本望だ。始末をつけるのは私ではない、己自身だ。お前も地獄を味わえ。皆を痛む代わりに笑い合って過ごした日々を心に浮かべようと努めた。見えるのは姉の顔、それだけだ。これが生き地獄なのか。いえ、仇を討ったではありませんか。ご一族のため、その命を懸けて。もう安らぎを求める時です。この道は安らぎには通じぬ。ではどこへ。
どこであろうな。このまま歩みを進めればわかるであろう。それは修羅の道です。もう遅い。だがお前が呼ぶなら手を貸すぞ。